なんで名前はゴールデンバージニアなんですか僕が吸ってるタバコがゴールデンバージニアっていうタバコブランド名なんですけど、えー、これなんですけどはい、はい、これいい音 うちレッックたラパーとかみんなに言ってたら十何人とか全く俺と同じセットみたいになっててちゃんと布教してって僕のそのフィルターと紙の3セットがだいぶ布教率高くて母が急に「Facebook 今すごいらしいから探しなさいよ」って言ってくれておばあちゃんの名前フルネーム売ったら行って見つかりまして。 に行っておばあちゃまとはまあ再会って感じだったんですけど15年ぶりにでなんかその時まだねスタジオはまだだったんだけどできたらぜひ遊びに来てくださいって言ってくれて結構距離があるんですけどそうですね結構車で2時間半くらいかかる樋口まあまあ遠いまあまあ遠い本当に行くのかなとか思いながらこうやって行ってなんかバース披露とかできるですあいいっすね樋口確いいっすねもちろんですもちろんよろしくお願いします はいということで今回のゴールデンハッシュポッドキャストのゲストはメッセージブリッジから二人来てもらってますお願いしますお願いしますお願いします一人ずつ自己紹介お願いしますメッセージブリッジラッパーのさだじょうです。 プロデューサーサのジェフ・レイクですよよろろしくお願いしししくお願いしますしくお願いしますしくお願願いいまますすなんか俺結構2人であのアルバムとかも含めいろいろリリースしてるイメージがあるんですけどはい、はい、結構ずっとや,やられてる感じなんですかそうっすねもうかれこれ一緒に作り始めて3年ぐらい経ってるんですけどそこからもうずっと毎週週34とかであってうもうほぼで毎週あってますねもう3年前からずっと <laughs> もうジョーが免許 合宿行く以外は、もう全部週三よって、ほぼ合ってるよね。その二 <laughs> 週間以外は、もうずっと、その三年間の中で週4、<laughs> 週資後ではってます、ね。ええ、ずってぐらいの頻度で、一緒にいます。そうなんだ。え、どういうきっかけであったの?。もともと、えううっ,っ,えー、っと、僕が、ジョーが今回ラップスター出る。一年前?。二年前。そうですね。二年前ぐらい。二年前の、なんかツイッターの。なんか応募動画みたいなのを見て、うん。はいはい。埼玉で、あ、一緒にやりたいなと思って。うん。 でインスタ見たらあのそいの時見た時さだ城と前の名前でやってた時に一回知り合ってたんで,でそこでああこれキャッスル当時キャッスルキャッスルってな,なってで連絡したら結構スムーズに話それで進んで,で俺こういうふうな感じの音楽やりたいからちょっと。 一緒にやろうよみたいな電話を長々としてでそしたら次の日からもう会ってあそ,うなんだもうそっからもう週34週34考えそ,うです、ね、その時あれかなもう一番最初会ったのが自分当時14歳で,でジェフ君が3つ上ぐらいだったんでまあ18歳1 7 8歳ぐらいの時に1回会っててでもお互い認知はしていたんですけどそこ俺は MC バトル 高校生ラップ選手権とか出てたりしてて歌君もそれぞれまた別軸で活動しててでその電話1本あったタイミングで自分も名前を定城に変えていやそのタイミングなんだそ,そのタイミング変えてから初めて EP を自分自作で作ってそれを出したぐらいの時でちょうど今後活動どうしてこうかな<ー>曲も作りたいしってタイミングでジェフ君から電話1本あって<ー>これは会うしかねえって思ってからはう、ね、もう電話1本でいつ会える って言ってくれたんで、あじゃあ次の日会えますっつって、マジで。<laughs> そっからもうずっと三年間ずっと一緒にみっちり。そうなんだ。んえ結構最初からお互いの音楽性とか方向性とかは結構合ってたの？どうなんですか。でもまあとりあえずあのファーストシングルで出した武蔵って曲が、うん、僕先にビートできてて、でとりあえずこれでちょっとやってみてって言って帰ってきた時に、もうおめっちゃいいやんってなって、そっ。 そうですね、基本的に俺、うん、自分たちの制作スタイル的には、うん、やっぱジェフ君とも常にずっといるから、ジェフ君がこういう音楽やべえよっていうのを教えてくれて、俺がもうそれに、賞感銘受けた音楽をひたすら作っていくっていう感じだったんで、んなんかもう、ジェフ君から日々聴かせてもらう音楽でそううい感じな刺激受けて作ってるっていう感じですね。 えじゃあそのプロデュースじゃあそのジェフ君が最初になんかもうビート作って、うん、こっちょっとこれ乗ってみてよみたいな感じの制作工程ですね。うん、で、あとはなんかこの辺のエリアのラッパーやばくねみたいなのになってうん、うん、こういう風なビートの感じのアプローチを俺らなりになんか解釈して作ってみようから話してでそのノリをなんか重う,う超感覚で作ってはい、はい、あこれなんかぽくね。 みたいなんでやってみみようみたいなのもあったりするし先に俺こういうのどうしてもやりたいからって言って僕が決めたパターンもあるしあ<ー>結構マチマチでえ佐田庄君が自分でこの理解できてこれに合うビート作ってほしいんだけどっていうのはあんまりない、はい ああまあ、そ,それ一回もないよね、そうですね,でね基本的にはトラックができてから自分の歌詞書き始めるってことが週3、4でいつも会ってるって言ってたけど、はい、やっぱもう会っったらずっと音楽作ってそうもともと僕、スタジオを建てるってなった時にお金なかったのでスタジオでそのままあの住んでたんですけど、うん、別室で。 でその時ジョーほぼ半同棲で一緒に住んでたんで, <laughs> ううで僕もその時ミックスとかあのレコーディングとかの勉強してたんで <laughs> はい、はい、他ののんかラッパーの子とか呼んでレコーディングやってる時にジョーはその間。 あの洗濯とか皿洗いとかしてみたいなんで週三四でいたんで、音楽やる時も全然もう主婦的な立ち回りしてくれる時もありし、主婦的みたいな感じもありますけど、一緒に作る時は作るし、遊ぶだけの時もあるしね。そうです。だからなんか理由が、まあ曲作る時ももちろんそうですけど、なんかでも基本的に二人で二個一じゃないですけど、そういう感じになっちゃ。 ってた感じする樋口そうそう樋口体的にはその話した後ペアルックなのは。口ちょっと恥ずかしい樋たまたまなんですけど打ち合わせを出しちゃった。ちょっとカーゴも怪しいな樋口アイテムちょっと近いの樋だ私靴だけちょっと個性出しちゃって <laughs> めっちゃ仲いいんだなちょいちょかぶる,るんだ趣味とかもやっぱ似てんの例えば音楽以外でさ映画なのかなさやることかさある映画っていったらジョーあんま見ないよね俺見ないから自僕はめっちゃ見るんですけど映画見るけどうんうん俺はそんなに見ないかな基本的に僕が結構インドアでうんうんジョーが結構アウトドアよりなんでな土日とかはもう。 なんかパーティーあったらジョーは行くけど俺は家で映画見ると井歌くんは東京あんま好きじゃないから深井言い方言いたい深井あんまね人混みがちょっと苦手な性格なんでま井それは分かるですけどねめっちゃ多いですもんね人深井東京気になるとこ多すぎて あんまりリラックスできないですよ、ねああ。そうか、確かに情報量が多いからな。そうっすね。うすげえめっちゃ明るすわ情報量多いっすね。え<か>、<laughs> そうなんだ。え、でも、じゃあ、その、まあ、じゃ、佐藤城は外で結構パーティーするって言ってるけど、結構やっぱ週末はもうだいたい出てるみたいな。うん、まあ、そうです。ライブイベントもあり。待、まあ、って、自分もどちらかで言ったら、もう東京遊んでる人たちに比べたら、うん、そんなにクラブ行ってるっていう感じじゃないんですけど。そうです。この間で言ったらザ、ザピザって下北の、下北沢でサンゼリーの。 サンゼリーってチームあってそこの人たちがリリースアクトみたいなのでザ・ピザでライブしてる時とかも自分遊び行ってでそこでちょっとみんな挨拶したり今アルバム作っててちょっと今こうやってビラを。 ちょっと8月6日リリースパーティーするんですけど,なるほど、ね、このビラとかも全部自分たちの蓮田のプリコで作っててはい、はい、これをお渡ししに行ったりとか東京にそういった動きですけど <laughs> すそういったことをしてますけ、ね、ど最,最,、ね、最近は。それ以外はもう終わったら蓮田に帰ってなるほど、ね、サイドに帰って歌くんと会ってって感じですねなるほどね。 そうか深井この間ジョーラジオ出てた時も説明する時ジェフロイクさんジェフロイク君とか言ってるんですけど途中でウタ君って樋口わかんない深井いやでももうわかった三四回ぐらいだ深井歌って言うんだ深井歌さんって言うんだめっちゃいいね歌っていう名前で音楽やってんのやばいねたま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 だった親とか全然音楽やってたわけじゃないですけど違うんだ全然親はそういう感じじゃなくてそうすね昔はどういうその どういういに育ってたの僕今めちゃくちゃゃく普通す、ね、でも親父が結構職人やってるんで結構体育会系というか普通のおじちゃん純日本人のなんか侍は、うん、こうかっこよくなきゃいけねえんだよみたいな育て方は <laughs> <に>されてきたっすねそう慣れてるかどうか分かんないですけど <laughs> 結構ちゃんと普通の一般家庭で。え音楽に合ったタイミングとかどういうタイミングだったんですか僕元々 ビートボックスを、うん、あのメインでずっと活動しててはい、はい、18歳16歳17歳18歳19歳ぐらいの時にビートボックスやっててでそこでいろいろんか現場とかライブとか行くようになって、うん、でいろんな音楽とか知るようになって好きになって、うん、ビートボックスって口だけでなんか表現するんで、うん、なんか曲作るのになんかチェンジしてやってみたいなじゃないですけどんなんか。 そういういただの興味本位で,でどうやって作ろうかなと思ってなんかググってとかでちょうどナインスワンダーっていうプロデューサーがいてそいつが超好きで,でそいつと同じ機材を買って作り始めてみたいなそ,たそれは日本の方ですかアメリカアメリカの方なんですえナインスワンダーそうめちゃくちゃかっこよくてでまあ最初見よう見まねで始めてでそっから 機材買って1年後ぐらいでジョーと連絡取ってぐらいの時系列ですね。なるほどね。なんでもともとジョーがフリースタイルアップした時は僕ビートボックスの方で動いててああ。ビートボックスもなるほどそうですね、うん。なるほどね。えっ佐藤ジョーくんは結構家は音楽一家みたいな 全く全くゴルファーゴルファー一家です。ゴルファー一家なんだ。ちょっとルフあっそうなんだ。すげえ格差違ったね。ゴルファー。そうだ俺はもうまたゴルフやってないんですから。じゃあもう全員ゴルファーなんで。俺はもうただ俺だけラップやってたら。公園行って中学生からちょっとこうラップしてたって感じなんで。あれなんできっかけでラップ始めたんだっけきっかけ、でももう言ったらそれこそ親が、親の世代なんですけど。 もう車とかでそれこそ親がエスティマ乗っててその時うん、うん、その時に CDR が焼き回してあってアムロナメとかあったんですけどその中から普通にそれこそ「ドラゴンアッシュ」の「b e a u f d a y s とか「エミネムとか入ってて語に、うん、なりですけどそこから聞き始めてうん、うん、でもそれ知った瞬間にもうその時 YouTube とか見てたんで<ー>近くの公園でラップやってるじゃんって言って。はいはいはい も本当に行って23回の時にジェフロイクくんも23回なんだはい行った時にも行って当時俺からしたらめちゃくちゃ先輩だったんでやべえって思ってたんですけどえそのタイミングで初めて会ったのかその時 <laughs> <も>そうですねでもその時にすぐ始めたわけじゃないもんね一緒にはそう,そうですねちょっと軽くなんかってワーサップした程度ぐらいのしおおなるほどね <laughs> そういうことかえっ で高校生ラップ選手組ですよね当時はでもキャッスルって名前出てたのか深井別名義で出てました深、ね、井、うんうん、その時は、まあ、特になんかどこまで行ったとかっていうのはないですけどがむしゃらにラップやりたくてもうやる術がなかったで、とりあえずもうだから MC 自分からお金払ってうん、うん 出場するっていう以外は特に方法を分からなかったのでそこで手探りで自分なりにラップしたかったんでただがむしゃらに出てたっていうそういうことかはいえそのもともと音源で活動したいと思っててフリースタイル始めた感じだったのいやまあどちらかといったらライブをそれこそ MC バトルも出てる中でやっぱライブをする機会もいただけるようになったんでそこでもう音楽ラップやろうってなってまず 何で作ろううかなっってていうのもあって、はい、ビート作ってる人たちは周りにいなかったからもそれこそただのビート YouTube でビートをダウンロードしたりうん、うん、その時もビートジャックで海外のラッパーの俺っていうかスケーターの友達とかがすごいダイレクトピーポーズとかうん、うん、アルケミストとかのビートを持ってきてくれて、うん、俺は当時知らなかったんですけどうん、うん、その友達が「このビートでかっこいいからラップやってみようぜ」って言ってービートジャックしたのにただ、はい、ただ。 レコーディングして載せた始めたのがきっかけでなるほどオリジナルのビートとかでやってるってよりかは最初はビートジャックしてそれにラップをただのっけるみたいなので楽曲は作り始めました、えー、なるほどねでプロデューサーと会って2人でタッグ組み始めてってことですよね,、はい、すねなるほどねえ二2人で多分ずっとやってると思うんだけど喧嘩したタイミングとかはなかった、はい、やっぱずっと仲いいの まあジョーはずっと敬語で僕に話してくれてるし結構そこのなんか上下関係が意外とき、ね、お互い心地よかったりするんであ,あ,あ,、ね、あんまりそこでなんか喧嘩みたいなのはないですけど、うん、まあなんかちょっと強めな熱い言い合いとかまあるぐらいです、ね、<laughs> それはね必要ですよね。ってなるとお互いガーッて,エン,ンかかってエンジンかかってずーっとしってるみたいなのはずっとあるっ、ね、うっ、ね、どういうので意見食い違ったりするんですか 1回食ういちうが一個でも唯一あるとしたら、うん、まあでもほとんどないんですけどうん、うん、やっぱお互い苦手なところがバッティングしたりするとお互いちょっとうん、うん。 バチっっっちちゃうリリースののょと手前時だたり今回のアルバムのミックスとかも普通もう全部ビープロデュースからミックスマスタリングまでジェフロイク君がハ初ダにあるスタジオで全部一人でやってくれたんでその時とかはもうだいぶ俺からしてもちょっとだいぶ無理なしかもノク近いっていうのでだいぶ時にも無理させちゃったと思う部分があってその時とかはバチるって感じじゃないですけど。 僕はちょっとカリッカリしてたけどちょっと忙しかっからねそういうときがあるよね樋口なねそうやって申し訳ないわいやいやいや全然こちらが最高な作品に仕上がったん仕上げていただいてありがとうございますっていう気持ちなんですけど頑張って作りましたいやいやー仲いいのがめっちゃ伝ってくるからでこのあれこのファーストアルマブですよね ゴールデンバージニア。これは二人でのファーストアルバム、はい。そうです。うん、あ、今までアルバム出したことなかったんだ。今までは EP 一枚とシングル何枚かで作ってただけで、うん、まあ元々こう出会った時から僕はこのアルバムゴールデンバージニアって名前にしようとか、ここまでは一応その三年前ぐらいから計画はしてて<う>。三年前。 会った時からこういうのやろうって言って段階踏んで逆算して作ってったって感じなんではい、はい、ようやく僕たちここでスタート立てたみたいな感じではありますね。そ,そこもうちょっと聞きたいですね。そこですなんかなんだろうな、うん、とりあえず。 僕が好きだった音楽が、うん、あのなんか「ンズとかでもなくて「うん、トラップも」も、まあ、どっちも好きなんですけどうん、うん、一番なんか刺さったのがなんかその2000年初期とかの「アウトキャスト」とかが出始めて「うん、T.I.」が出始めてとかちょっとアトランタのエリアの2000年初頭のヒップホップとかがすごい好きになってはい、はい、でそういうなんか2000年の時ってなんか型なく結構なんかみんな。 好きっっててやたイメージがすごいあ新しいジャンルじゃないですけどそこがすごい好きで,でなんかそういうのをやってる人とかあんまり僕も詳しくないだけかもしれないですけど、うん、いなかったんでうん、うん、だしめっちゃ好きだしこれはチャンスじゃないかと思って、うん、今のうちにいっぱい作ろうと思ってでそのテイストのアルバムを100円なしで ストイックにこうあファーストアルバムまではやろうみたいなそう百円ないのかな,いなしで作りました珍しいですよねアルバムで百円ないのねそうっすね今うん、うん、あんまいないですかねそうですよね。 確かにねねなるほど、ね、ちょっと硬、うん、派な感じだなとはすごい思ってそうそうかやっぱ今はさその別にいい悪いとかないと思うけど歌とか結構多いとかメロディック、まあ、めっちゃ音中だったりとか多分そういうのがすごい、はい、日本で受け入れやすいのかっていうのが多分あると思うんですけどそ,うそ,う、ね、それとまあ真逆っていうか正反対じゃないけど、はい、なんか硬派な感じでめっちゃスピットするみたいなスタイルだから、はい、そうそうだからここでこれを切り出してくるのはなんかめっちゃ面白い切り口だなと思ってし ラップって感じですよね深 <laughs> 本当にジェフくんのビートと俺のラップがバーンとなってる感じでうんうん、うんね、すげえ相性いいっすよね二人ね深井本当ですって、ね、思ったっすああ ち超嬉しいですね。そうですね。2000年のテイストでやっぱジュフくのビートもだいぶパンチ効いてるじゃないですけど。確か確かにね。もう負けないようにラップかますぞっていうのがうまく衝突してるっていうか。<laughs> バーサス感はある。バーサス感はあるかもしれないです,あ,いですあ,あこれバトってる感じなんだ。ちょっと足りみたいな。バトどっちが印象強く残せるかみたいな勝負してるみたいな。めちゃめちゃありますね。ですね。いいいい高め合いですね。<laughs> そうすごいね。なるほどね。やっとそれがうんうんうん。 んか化学反応じゃないですけど起きたらいいなと思ってなるほどねはいえなんで名前はゴールデンバージニアなんですかゴールデンバージニアは今僕が今持ってるあ違うんか僕が吸ってるタバコがゴールデンバージニアっていうブランド名なんですけどあそうなんですこれ僕がタバコ吸い始めてからますこれなんですけど僕がこうタバコ吸い始めてからずっと吸ってて でなんか「これいいよ」ってうちにレック来たラッパーとかさだを含めてうん、うん、みんなに言ってたらもうなんか十何人とか全く俺と同じセットみたいになっててちゃんと布教してってるっていうのしてるんだ僕のそのーフィルターと紙の3セットがだいぶ布教率高くてそうなんだこんぐらい布教率いいから。 まカッケイし名前結構シンプルな、えー。プルなあそういう感じなんだった。結局それ後からついてきて、もうゴールデンバージニアっていうタイトル自体はもう出会った当初から。 最初のファーストアルバムはゴールデンバージンにしようって言ってたんだ自分たちの一枚出ーーした EP がブラウン・トパーズっていうピーなんですけどそこから段階踏んでってブラウン・シルバー・ゴールドにしようってああそういうことねとりあえずうまいっすねこのマキさんすっごいうまいずっとマだ僕はそうそうなんだんかあんま普通のスえなくなってきちゃったけど これいい,なと思っていいなっていう。<laughs> ゴールデンバージョンね、<す>リリースパーティーもね。リリ8月のいつですか ?8 月6日。六日。どこでサーカス東京です。サーカス東京ですね。ライブも1時間の僕とジョーのライブのフルセットオンリー。 ヤンヤンぶちかも死そうですねぶちかも死刑深ちょっとストイックな感じで <laughs> ゲストにもこの後ムサシブレッジのメンバーのアリエルさんと QN さん含めドックフローレスタイフロム TK と だとサンゼリーのカレド最近もラップスターだたもうスパーダ君出会って一応もうこの間スタジオで一緒に曲作ってこのあゆみちゃんっていう最強の女性シンガーの新曲作っててそれもやるんでここの8月6で初公開でまだサブスクも何も出さないんです、うん、曲自体ねそこでスパッと。 場とそのあゆみちゃんと作った曲をはい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 そうですね初披露する場所にしたらちょっと贅沢じゃない,かいなやばいっすねこれちょっとチェックですねマストチェックマストチェックですよ皆さんいい感じでできたんでねそうですね。 今すごいなポスターとかも一応作ってるんですけどえそうなのそうそうお店にちょっと置かせてもらったりとか一応フライヤー渡しに行ったりとかっていうのもしてていいね楽しいですめちゃくちゃいやそれ楽しい大変っていう人もいるけどやっぱ楽しい言わないとねやっぱねそっかいやいいなもうめっちゃ情熱が伝ってくるっすわ仲いいなと思ってすげえちなみに今回のアルバムの中で一人ずつお気に入りの曲はあったりする 一番は何だろうムサシリミックス」っていうスキットで入れた6曲目の曲があってそれがあのファーストシングル僕たちが最初に出した「ムサシって曲のなんかサンプルとそのドラムセットをそのまんま使って SDGs みたいな感じで2023年リミックスみたいな感じで作ったスキットがあってそれ毎回。 ライブとかの前に流したりとかするんですけど、結構なんかインパクトもあって、意外とこういろんな人とか演者いるときにイントロで流すとガラッとこう一回フラットにできる空気がつかめる感じううとね。俺らのライブのつかみじゃない。結構気持ちくて、だいぶお気に入りで何回もこすってますね。今。<laughs> そうなんでつって。ちなみにどれが一番そ君は？佐々木くんは七曲目のロコっていう楽曲があるんですけど、うんうん、まあな俺の中ではすごい。 お気に入りの曲ですはいはい、はい、それはどのバースがお気に入っているとか何が気に入っているとこあるんですかまあ結構全体的に一番ちょっとチャレンジじゃないですけど歌詞とかも、まあ、だいぶ結構過激なこともちょっと言ってはいるけどそれをただ過激なことを言ってるだけじゃなくてなんか音楽としてまずパッと聴きでうわかっこいいって思ってもらえるように作詞もしつつうん、うん、歌詞もなかなか面白いことを。 言ってるなっていうのがあるんで、それがちょっとめちゃくちゃお気に入りの曲です、ね。なるほどですね。なんかバース披露とかできるですか。でああ、いいっすね。確かに。<laughs> アップしていいですか。もちろんです。もちろんです。ビートなくてもいけるですか。はい。ビートなくてもいけるっ。ビットなくてもいきます。よろしくお願いします。いえ。 Japs, don't the coy,巨大, to mow kill. Maz, ni new, fund, ni and clack. Sandy, back, na, plum, sash, bam, pack. Lima, mo, dance, mina, bans, class, Attack, kutsute d pass, mousse, te, yon, Yona, Yona, words. Jamana, packlet, ol', nagasada yeah. Homem, wa, yama, no, iken, wa, nomuna. Dad, te, da, kala. Aida, mi, wo guri, ksam, nagava, to, abez, maz, gang. Manito, That's a solash, kato, piko. Yosha, ip, I'm Blake play top speed o skill kiru ippon geki asui mo kindo on pacu alico sad amaligo i'm looking at the kington Dallas lesa kon onajo mas ka fox sex icon her katz mami dase sono shaber

ここで使えなかったら全然カットしてもらって大丈夫なんでいや全然,全然全然大丈夫です YouTube 割とそういうのありっすかあ全然ありなですよ結構優しくてそう <あー S 2> TikTok は分かんないですけどちょっとまあ全然 YouTube さ<様>ん <laughs> ありがとうございますよろしくお願いします,ししますそうなんだえでちょっともうちょっとなんかプライベートの話もしたいなと思ってたんですけどなんか好きな服とかブランドとかあったりするっですか好きな服いつも 僕は基本、まあ、これも僕とジョイマキといただい君カレイド君たち、うん、マンハッタン・レコードさんがいただいたものなんですけどはい、はい、結構頂き物とニンバランスもねあとはあの僕がいつも行ってる行きつけの大宮のハウスっていう古着屋があって、はいはい、そこの古着屋のオーナーさんがすごい音楽も超詳しくて<ー>結構気さくな方で,ああでその人が勧めてくれたものを 確かに間違いないかっこいいって思ってただってるったいうのがもうずっとあんまりよそ行って買いに行くとかショッピングとかは僕ほととんどしたことないですね<ー>大宮の古着屋もでもこの間も q n さんと3人で行ったりショッピングしたり絶対大宮行って。 服買うっていうならそのハウスって場所にこのカーゴとかも UFO のカーゴとかもそこで買わせてもらったりとか基本そうで僕がもともとずっとしてたんでジョーとかにもどんどん進めてそこからどんどんはいみんな行ってみんな行くようになってっていういい感じにみんなおしゃれにしていただいたりとかで結構普段は本当にいただいたものとかそこで買った服以外はあんまり着なくてあとまあ衣装とかはそそこいつもファーストの 2曲目の PV からそれこそもう螺旋とかラップスターとかも全部スタイリング組んでるカズペヨ君っていうスタイリストの方がいるんですけどこのティンバの「すみませんクラシック・ラグ」とかもいただいた方がいてプレゼントでんか俺結構スチューシー生きてるイメージあるんですけどあそうですねんかもともとそのカズスタイリストのジョーンとスタイリングしてくれてカズは僕 と一緒にストゥーシーで働き出した時の同期であ、あそういうことか。そうなんですよ。なるほどね。そこで知り合って、はいはいはい、はい、で、あのストゥーシーお互い今も辞めてるんですけど、でその辞めた後もなんかそうスタイリストとかそういうその仲間で作ったるアパレルとかもなんかすごい精力的に動いててすごい,いなと思って、うんうん。はいはいはい、で上いろいろちょっと頼もうかなと思って、友達みたいなノリで連絡して、今もうほぼ一員みたいな感じで一緒に。 そうなんだ。これも勝負時は絶対確認するもんね。家族にスタイリングしてもらって、バチバチに決めていくっていうのが一番ラップがよくできるし、最高のありがたいそう,いうです。はいはい、今もね、これはスティールスー。これもスティーシーのバックでいただいたバックなんですけど、これも大好きではい、はい。なるほどですね。宝物です、ね。<laughs> 宝物。 <laughs> いいっすねえ自分に趣味とかあるんすかなんか全然変わっちゃうんですけど僕趣味そうっすね音楽以外で基本もうお家で部屋の明かりとか全部真っ暗にしてもう毎日映画とかなんかドラマとかを見てるだけですね<笑><笑><ー>基本もうほんと極度のインドアなんですけど、うん、あんま休みの日とか外出ないコンビニとかご飯に行くぐらいで、うん そうだよね,ね基本もうカーテンも全部閉めてカーテンも全部閉めてためすごいなソファーでね <laughs> ソファーでも気づいたら夜みたいな 3L ぐらいのソファーです自分はそうですよねそうだったえどの映画が好きですか俺めっちゃ映画好きなんですよ僕そうだな結構何でも見るんですけど、まあ、アクションとかも好きですし、うん、でなんかまたこの間もう一回見たんですけど「s e、はい、セブンっていう「おお分かり合なあの「p l u と。はい のあの映画とかはモーガン・フリーマンのそうすあれはなんかちょっと胸クそ悪いけどやっぱなんか見ちゃうなみたいな <laughs> あれめっちゃいい映画ですすブラッピの演技とかもうわかっけえみたいなかフランク・オーシャンの,あのライブ映像の時にブラッピが特,特別出演みたいなそうなんだシークレットゲストでなこちらじゃなくて結構前の映像なんですけど。 何もなしにフランク・オーシャンが普通に歌ってるところのステージの端っこでブラッピーがステージの角に座って電話してるだけのをカメラで映すっていうなんかフランク・オーシャンとかやりそうなすごいなんか奇抜なそのアイディアというか超おしゃれなそれ見てでブラッピーもただ電話誰かに電話し誰なんだろうみたいな僕らが想像力をかき立たせるようなめっちゃいい演技してただ電話かさみしそうな顔してるだけみたいなのあって。 わこれやっぱブラッピーかっけえと思ってもう一回セブン見てとか <laughs> <laughs> その<流>れ <laughs> その流れが結構多いっすね <laughs> なるほどですねセブン良かったっセブンいい7 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 樋田城君はどうですか趣味は趣味なんこれといって今思い浮かぶのがなくて別にラップしかしてないラップだけだラップしかしてないですマジでラップに人生かけてる感じだねしかしてないですいいっすねいいっすねえちなみにこの二人のこれからの目標とか活動とかってありますかそれこそまあ今後の活動で言ったら一番近々であるのがそのさ月きもお話させていただいたんですけど樋口8月6日のサーカバージニアリリースパーティーですね 今回のサダジョージ・フロイクのファーストアルバム「ゴールデンバージョン」リリースパーティーが8月の6日にサーカス東京にいて開催して今回も2人のほぼ2万っていうワンマン1時間のライブで一応もう武蔵ビレッジのメンバーとかみんな出てくれる豪華セットリストになってるんでて遊び来てほしいです。これは わかりますでこのフライヤーのデザインもサンゼリーのカレイドくんが手掛けてくれて、うん、そうなんだであのこのロゴを使ってマンハッタンさんとコラボして T シャツもその一緒に作,る作っていただけることになってなっこの8月6日1週間前、うん、7月30日にインストアライブっていうので、はい、マンハッタンさんでやらせていただくんですけどはい、はい、その時カレイドくんとあのコラボした T シャツとか,ツとか今ここにあるんですけどあの作ってるカセットテープを僕たち作って。 これも同時に販売限定で販売しようかな中を見たいすっげーピカピカのこれマジで聞けるんすかこれ聞けますちゃんとカセットテープでちゃんと僕らの音カセットテープでも合うかなと思って確かにいいかなと思って聞く人いなくてまあ飾る上でもおしゃれには していただけたんで深井、はい、結構数量限定で今回作ってるんでもうゲットりたい人はその7月30のマハッタンのインストアライブかそれからリリースパーティー1回でもうどうなるかわかんないんでとりあえず数限定で最初作ってるって、ね、欲しい人急がないとってことですね急がないとって、はい、売れちゃうと思うんでしっかりゲットってください <laughs> やばいね。そういういろんな仕掛けやんのやばいね。そう僕はこういうのもともとやりたくてずっと。あ、そうなんだ、はい。カセットとかレコードとか。そういうのってグッズでなんか出してみたいねとは言ってたんで。はいはいはい。なんとか。確かに間に合ってよかったです。でも音楽も合うもんね。そういうレトロな。カセットとか。そうですね まあデザインとかを見てみてもさタバコとかさ、はい、結構似合うっていうか、はいはいうね、<laughs> サブカルチックな感じの確かにそ,うです、ね、それこそまあラップスター出場したこともあっていろいろ携わってくれる周りで方とかもすごい増えてきたのでその人たちのおかげでやっぱ2人でずっと作ってたアルバムとかもようやく本腰を入れてリリースすることができたので本当に2人だったら。うん ななかなかこんないいものは作れてなかったなって本当に思いますね、うん。なるほどね。やっぱ変わった、やっぱ変わるよね、ダブルスさんも。まだまだこれからかまし、らうんうん、まくんなきゃいけないけど、うんうん、でもこうやって本当にいいものが、すっごい人たちと一緒に作れたのは、本んに何より嬉しかったしありがたいですねそ、うん。そっか。いやもうこれからも2人の活動、すごい楽しみですね。ンンありがとうございます、はい、ぜひ皆さんポップアッププアも、ね、ワンマン あのー、リリースパーティーも含めぜひぜひチェックしてみてくださいそれでは選手交代いきますはい、ということでメンバー変かりましたので一人ずつ自己紹介お願いしますはい、えー、モデルとシンガーをやってますアリエル・ミライと申しますよろしくお願いしますお願いしますラッパー兼ビートメーカーの QN ですよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> ラッパーのさだじょうです。よろしくお願いします。お願いします。フルデさジェフロイクです。お願いします。お願いします。おお、これであの日差しブリーチのみんな揃ったんすね。そうですね。イエ、ね、<laughs> いいですね。いやちょっとあのなんか異色というか結構そのあんまりない形なのかなって結構思っててす,、ね、すごいなんか個性が溢れるというか、はい、でヒップホップコレクティブみたいな形なんですもんね。そうですね。 一一人一人の役割とかは基本その僕がプロデュースした曲で当初は4人であのビートアプロデューチしてもらって、うん、みたいな感じで作っててでまた今はどんどんいろんなメンバーもどんどん増えてきたりうん、うん、ね そうですね、うん、基本的に最初は「このエムビレ VOLUME1」っていうのはこの4人で作った「ムサシビレッジ」のファーストの EP のアルバムなんですけどまあ今後はいろいろ自分たちもどうなるか今後も完成形っていうのはまだ見えてない状態でどんどんラッパーとかいろいろ増えていったりも。 するとまだ完成形がそれこそ自分たちが見えてないコミュニティっていうかすごい楽しみもう俺らとしてもどうなるかわからないしっていう今この主軸っていうかこの四人で今活動してはいはい一人一人の色とかも結構前に出すカラーとか特徴が違ういい意味でみんな違うのでまあそれぞれ持ってきてそのねもうプロデューサーの チェフライク君のビートに載せてるってて感じになってますね、うん、えこの4人でやるってなったきっかけっていうかみんなどういうふうにもともと僕とジョーでそれこそライブその結成したってぐらいの時にライブ行った時に QN さんがその時スペシャルゲストで<ー>で現場でかぶってでその時スタジオ出来たてとか出来てないぐらいの時だったんでうん、うん、でもしよかったら遊びに来てくださいよみたいな。うんうん 言ってでですよねで最初んんでねあの出会い自体は恵比寿のバチカっていうクラブで僕がまあその日はあの一応ゲストで呼んでもらってて、うん、であのバチカって割と詩君、まあ、って言っちゃったけど、うん、ジェフロイク世代のあのラッパーとか出演者がかなり多い箱なので僕はまあちょっと行、まあ、ったらもう10年以上のプレイヤーになったので割とみんな若い世代 をあのが出てるイベントに僕がゲストで出させてもらうみたいなことがまあその時結構多くてでそのたまたま僕と二人が出演が同じ回の時にこう楽屋で話をたまたましててうん、うん、でなんかその時になんか僕が思う若い世代が好きなあの音楽の雰囲気だったりとかとうん、うん、いい意味でギャップがあって。確かに、はい、彼らはなんか、うん 僕ら世代とかもっと上の世代でまあ一線で活躍してた人たちだったりとかなんか今はもう落ち着いちゃったけど音楽が好きとか,なんかガツガツやりたかったけどやれなかった人たちがなんかこう追っかけてた音楽をなんか彼らがやってなんかもうガンガンやってやるんですよみたいな。でなんかそれっていろんなやれなかった人たちのなんか思いをこの人たちがなんか託した。 なんかこの人たちに託せるんじゃないかなみたいな感覚になったっていうか,そのなんか若い世代と自分たちと全然違ければなんかあまあ君たちは君たちで頑張ってねってなるけどえ俺たちがこんなに好きなものを君も好きなのみたいなこの世代が好きなのみたいな感じになってあじゃあもうマジ応援したいわっていう気持ちになってでなんかその時まだねスタジオはまだだったんだけどできたらぜひ遊びに来てくださいって言ってくれて。 でなんかじゃあののそ地元と僕はあの相模原なんで結構距離があるんですけどそうですね結構ありますね車で二時間半くらい確認して樋口まあまあ遠い樋口まあまあ遠いまあでも行くわって言って樋口なんかノリで樋口無理噂まくっちゃった軽い日帰りどこをすもんですね深井本当に行くのかとか思いながらこう行ってでも行くのかな深井スタジオもできてたから そこでなんか話してちょっと距離はあるけど友好関係みたいなの結びたいんですよみたいな話をしてくれてっていう感じですねその QN さんが来るときに僕らもなんか一緒にこれで作りたいっすっていうやつを用意しとこうって言 PV にも上がって「ファクトリーっていう曲があってそれをもう事前に用意しておいて。 これどうすかねみたいなんで <laughs> あ「俺全然できる」って言ってくれて「よしじゃあこれでちょっとお願いします」みたいなちょっと制作も絡めてそ,ででそこで何回か制作するにあたって QN さんと会う回数も増えていくにつれて僕が「そのスラムビレッジっていうアーティストコレクティブがいてそれがめちゃくちゃ好きで「でスラム v i l e みたいな音楽をそのやりたいなってずっと思ってて。 でなんか女性のシンガーとかそのもう系統が、ね、全然違う人とかうん、うん、もうバって集まって1個のやばい化学反応起こるみたいなそんなのずっとやりたくてで QN さんが「したらあの知り合いでいい人いるよ」って言ってアリエルさんを紹介してくれてそうなんだで作品みんなで作る4人で作るなら俺が「ランビエッジ好きだったし。 あの武蔵に変えて武蔵ヴィレッジにしたいなと思って、うん、っていうところから始まって、うん、へえ<ー>ですでなるほどね、うん、え最初に声かかった時はどう思いました、うん、いやもう本当にびっくりしましたね、うん、っていうのもあの10年8年前ぐらいからもうすごい、うん、あのすごい前に遊んでもらってたことがあって、うんうん、私が全然なんだろうクラブ遊びとかは知らない。 時とかあと曲の制作とかからはまだ離れてた頃だったんですけどうん、うん、全然まだブンチで,、うん、でその中で彼はあのシミラボというグループの活動もされててで彼自身でもビートメイクとかを見せてくれたりとかうん、うん、でそのバックコーラスとかも入れて、うん、あのもらって。 ささせせててて入れももらって入れてもらっったんですそういうことか頼んでね。でそういう頃からまたちょっと時間が空いて急に連絡もらって、うん、こういうやばい若手のアーティストラッパーとプロデューサーがいるんだけどちょっとやってみないみたいな声かけてもらって「やります」って言って「絶対やりたい」って言ってでその後にあのにスタジオにお邪魔させていただいて。うんうんうん であのビートも聴かせてもらった私結構そのエモーショナルなビートとかうん、うん、あのなんかパンチ聴いてる曲が結構好きで、うん、もうど真ん中だったので <laughs> いや<ー>いでこれはやばいぞって,ってしかも「サダ・ジョジョ」あ「あ私サダ・ジョジョ」って呼んでるんですけど <laughs> <laughs> 彼のラップも。うん めっちゃもうジャブにローで来るじゃないですか聞いとうわやばいと思って聞いて、えーえー、でも,もうそうですね、うん、絶対絶対やりたいですっていうふうに言って活動させてもらってますえー、なるほどですねえ今回さっきちょっとトピックにも上がったと思うんですけど「あエムビル」のボリュームワ1、はいはい、これはもう結構みんなでそのスタジオで入って作った感じだったんですかそうですね、うん、順を追ってなんか そそれこそまあ2000年初頭のなんかテイストじゃないですけどとあとなんかちょっとおもちゃ感というか,なんか楽しちょっとチークのおもちゃみたいな感じの曲のイメージで作っててなんかどこかシンプルでちょっとかわいらしいみたいなのをなんか僕の中でザーッとこうイメージしつつで曲ができてたたびにこうみんなに聞かせて「ちょっとお願いします」っていうのでどんどんやってみたいなほんと順をじゃあこれで。 こんだけできたからまとめて出そっかってぐらいであんまりなんかガチガチで決めてたみたいなのはないですよね,ねそうで,すでも,もう会うたびに一曲ビート聴いてそれとってはまた次も会おうってなってそれでそれが6回も続いてまとまったから。はいはいはい じしてて出せたっっいうう感でそすねやぱりみんなも仕事もしつつがあるので一回わって集まってというよりは来れる日ですねスタジオに行って入れてみて LINE とかで共有でこんな感じになってますみたいな感じで。 おいおいおいながら、うんうんうんもうみんなで会えた時は本当に結構ファミリーみたいな感じでめっちゃ上がるんですよ。スタジオでみんながってなるとね、気づいたらそうですね。基本的にはなんかもうこういうのを聞かせたいってよりは俺らがやりたい音楽をなんか優先してやろうみたいなのがサシビレッジはの前作で上げた E.P. は。 結構そういういテイストではありましたよ、ね、結構なんかどうやってかましていこうかなみたいな僕とジョー2人でやるときは結構こう <laughs> 構どういこうかなみたいな感じで考えるんですけど4人でやるならまあそういうの気にしないで一回好きな感じで自由にやろっかみたいなマインドでやれてるのが結構その4人の。 なんかバランス取れてていいい感じになななったたかみ本当ですも、ね、2人でやってるのはもう俺らがもうストレス発散じゃないですけどもうがむしゃらにひたすらやるって感じだったけどやっぱ KEN さんとアリエルさんと歌くんもやっぱみんな音楽が。 ともうセクシーだから、俺からしてもちょっと大人な、確かにね大人なね、雰囲気出てますね。大人の雰囲気が出てるんで <laughs> うん、うん、なかなかやっぱ曲を作る際もすごい勉強に、楽しみながらですけど、すごい勉強になった制作ではありました。毎回食らってたもんね。お互いなんか結構スキルトレードしてる感じで作ってたのかなって気がする。やっぱりジョークのアプローチは自分にはなかったなとか、多分逆にジョークも あこんなんんなできるんすねみたいなこと言ってくれるしアリエルもすごいバランスよく作ってきたりとかそういうなんかお互いがこう高め合ってできたのかなって思って。 なんかバチバチだった正直樋口バチバチだったんだ <laughs> な,んかなんか言わないんだけど絶対負けたくないっすみたいなのが結構みんな引っ出てるなみたいなそうなんだ言ってるやん <laughs> や絶対引けは取りたくないな、ね、みたいなのがみんな別に顔には出さないんだけど <laughs> なんか出てるなみたいな 私は逆にもこの2人っていう三3人がすごいからいやもうあ追いつかなきゃーっていう感じで <laughs> 結果ガンガンになってるみたいな <laughs> ガン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  <laughs> みんなガンガンマジで今でも覚えてるんですけど結構1曲目の武蔵ビレッジで集まって1曲目できた曲があってそれ作ったあ二2人と解散して歌くんと2人になったんですけどその時歌くんの車でもうコンビニ深夜夜中にもう12時ぐらいからもう30回ぐらい無限にその曲を聴いて。 <laughs> これやべえわってってもう2人で音楽始めて初めてシンガーのア,リアルさん とかののシンガーの声も一緒にやって、はい、でかつラッパーも QN さんとすげえ人にやってもらってで俺とジョーが作ってるみたいなん、うん、<laughs> で最初になんて曲終わってね2人を送った後アドレナリンすげえ出たもんね <laughs> <laughs> 初めての経験だしこんな楽しいんだ音楽作んのみたいなぐらい。えー 自分らの曲ばっか聴いてたもんでその時ね楽しみすぎてめっちゃわかる二人終わったと一緒にいるじゃないですか私一人で電車で帰るのに一人でアドレナリ上がったまま電車であっから帰るんですけどそうすねしかただいぶ原動力になりましたしえ その作るこのリリースこれこのタイミングでリリースしようみたいな考えずにとりあえず作ろうみたいな感じだったんだそうですねだいぶラフでしたね<ー>えその制作から終了までどんぐらいかかったんですか時間は 1> 約1年ぐらいですよう何か何年かかったんだん、まあ、この他に作った曲とかも何個もあってっでもまあ結局こんぐらいが収まりいいかみたいな感じではあったんですけど そうする結構なんだかんだゆっくりは進ってましたね。シングルも出してましたし、ね。そうですね。うんうん、ちょっともっと別軸でみんなそれぞれ動いてる中で活動してる中でのなんか、まあ、やりたい音楽をやるみたいな企画としてやってたんで、って考えたらめちゃくちゃ楽しいんだっすよね。めち,ちいいめちゃくちゃ楽しかったですね。<laughs> 俺らだけでめっちゃ楽しんだね。<laughs> <laughs> いつ<で>よかったっすねうん、うん、相談だちょっと一人ずつ聞いていきたいんですけど有吉さんもともとモデルあっはい、はい、えっとモデルそうですねモデルとあと前はちょっとダンサーの方とかもやっててでその間にその事務所は登録制でうん、うん、いろんなところにあの登録できるところでやってるんですけどもうん、うん、そこでアクターとかもやらせてもらってたりして NHK の。<laughs> ちょっとサブキャラみたいなとこで出演とか、えー、コマーシャルにポッと行ったりとかもあったんですけどそこからもっとあの音楽に力入れていきたいなと思ってて、うん、で自分の,あのシングルですとか,とかあのそういった音楽の活動をしている時に声かけていただいて、うん、っていう感じでですね。今後もあの自分の E.P. を作ろうとしてて制作中なので<ー> <laughs> 頑張ってます。<laughs> いいっすねいいっすねそうなんだえミックスですよねあそうです、ね、はいどことのハーフですか、えー、アメリカと日本のハーフなんです日本生まれでうん、うん、アメリカ カメレーンなんですアフリカのブレンでブレイジアンでブレイジアンでブレイジアンスコトでやそうなんですよこうやってハーフでんか街中とかで会うとこういう軽い感じで「どこ生まれ?」ってから始まってつながったりはするんですけどそうです私は日本生まれ日本育ちで高校卒業するまで全然英語話せなくて父と母はもう早くに離婚してて 三歳ぐらいの時からもう父はいなかったので、うんうん、あのまあ普通に日本まあ日本人と普通に日本人として生きててうん、うん、小中高も日本の学校でで全然あの <laughs> あ赤点とか取ったりしたこともあったりして英語で英語でハリエル受けるとか言われて <laughs> そのそのメンスじゃんとか言われて。<laughs> <laughs> <laughs> でもま,あまあそんな感じで,でもその後からあの英語を勉強し始めてでそこからそうですねあのハーフとか外国人の友達とかも交友うう関係が増えてでそんなこんなであのフロリダなんですけど父の出身があのメールとか全部音立たなかったんですけどフェイスブックで私あのおばあちゃまを探して。 母が急に「フェイスブック今すごいらしいから探しなさいよ」って言ってくれて、はい、<laughs> おばあちゃまの名前フルネーム打ったら行って見つかりましてで6年前に初めてあのフロリダにあの行っておばあちゃまとはまああの再会って感じだったんですけど15年ぶりに再会して。 でそこからですねあのアメリカと日本の行き来が結構増えてアメリカでもちょっとモデル活動とかもしましてえすげえはいそんな感じですすげえな苦労ーバルやな普通に家でテレビにけて見てたらおれアリエルさん出てるってなったことあるっすあピザやったよねピザのシールあれはあのインスタとか YouTube のあの東京 をディスカバリーみたいな感じで紹介していく外国人のユーチューバーの人がいてでやりませんかって DM いただいて、あのー、みんな知ってる、うん、あのー、ピザスライスかピザス,ス, <laughs> スライスで

マルチで活躍されてるのボストンだ。はい。すげえす、ね。<laughs> なるほどですね。そううこ先々月ぐらいまで、一、半年ぐらい行かれてましたもん、ね。あ、そうなんですあ。半年行ってたんだ。うん、あ、そうなんです。そうなんです。あ,<ー>あの行き来してて、やっぱりこっちの活動も絶対したいので。ボストンに帰って、まあ、か、あの引っ越しちゃったんで、うん、こういう言い方なんですけど、帰って。 で夏の間にもう一回こっち切って「M ビレ」リリースしてから結構もうほぼリリース以来年末リリ,リースしてから結構もう久しぶりに、うんうん、そうなほんとそ,それこそ1か月前ぐらいに久しぶりに会って、うん、やばーもおとといぐらい「もう恵比寿のバチカ」で久しぶりに4人で、うん。うん ライブもできて<ー>、で今日も今回も4人集まれて、こうやって話してるのを残せるっていうのも、本当に俺としても嬉しくていや嬉しいんですよ。よ彼ら結構チルなんですけど、私、ショートステイなんでテンションおかしくて、一人だけテンション高いんですけど、まあ、こんな感じで。うん、えぇ、ー、すごいな。 なるほどですね。え、Q.N. さんももともとシミラボのリーダーそうです。はい、シミラボでまあリーダーみたいなことですよね。はい。シミラボってあのシミラボですもんね。そうです。え、すごくないですか。まあすごいと言われればすごいんですけど、まあすごいすごいです。すごいやばい格好。やばいですよ。そうなんです。よや、判断今活躍されてるアーティストたくさんの人がシミラボですよね。そうえっとまあマリア、オンスペーツ、あとあの今は 執筆とかもやってるィープライドっていう人とあとハイスペックって今映画音楽もやったりとかほかにも僕の知らないようなメンバーもちょくちょ入ってきてみたいなもういろいろですねえもともとパンピーさんとかビームさんとかもあとはシミラボではないんですけどレーベルがサミットっていうあそかなるほどねそこでレーベルメイトだったっていう感じなるほどねえシミラボはどういう経緯で始まったとかシミラボ自体はもう本当に地元の こう先輩後輩みたいな感じで僕も10代後半ぐらいから結構クラブとかに行くようになっててうん、うん、でそこでこう知り合ってた仲間たちみたいな感じですね、まあ、もちろん当時なんかミ,ミクシーっていの SNS とかをちょっとなんか使いながら横浜と相模原エリアでこう音楽やラップやってるとかっていう DJ やってるみたいな人たちがこう集まってきて。 できたチームです、ね。へえ、すげえすごいですね。でもなんか本当にたまたまなんですよ。うん。<の>たまたまハーフあの見たハーフが多い、ね。そう、ハーフめっちゃ多いですよね。それもなんか別に狙ったわけじゃないっていうか、<laughs> たまたまだ <laughs> ったっていう。ままそうか。ブラックミュージックに興味があったのがハーフが多かったっていうのもあるのかもなそ。そうかもしれないですよね。うはい、そうかそうか。結局さ別にハーフとかではない。僕はハーフではないから、ね。そうなんだ。はい。色黒ですよね。でもね。 そうです結今屋根職人やってるんであそっかなるほど結構日当たる日当たりますねそうですよね当然のように屋根ですもんね生まら暑いからすげえなと思って俺東京にああもう暑いみたいなでも東京は余計暑いかもしれないですね低陸とか風も通りが悪いんでああそういうことなんだなるほどですね屋根職人どういう屋根作ってるんですかえっとまあ 俗に言う「日本瓦」っていうお寺とかあとあの銅板っていうのがあるんですけど銅<板>今なんか青くなってるような本当、はい、神社仏閣に使われてるような屋根は20年とか修行しないとできないんで、えー、僕はやってないんですよそういうのなじゃなくてあの普通の。 一軒家とか、うんうん、あとはまあマンションぐらいまでかな、うん、あとアパートとかの屋根をやってるって感じですね。もうあの本当に職人技じゃないとできない仕事は下積みが長すぎるんで、うん、まあそうっすよね。五年ぐらいでだいたい覚えられることだけで、今万円とかやってるって。ええ、なるほどね。すげえかっこいいですね。職人っすよ。な <laughs> んでか失礼しました。普段やっぱ一緒にいても、はい、まあ話すことはあるんですけど、はい、シミラボンとこと。 とかもすごい話すんですけどやっぱイヌさんはやっぱ基本的になんかやっぱ自分の多分そういう自慢話とかは一切しないっていうかまあ俺らのサウンドとかもすごい言っていただけるんですけど本当にリスペクトしてる先輩なんで <laughs> なかなかね,そうすすねでもそうシミラボもあのさっきも言われたんですけどハーフが多くて私はその当時はハーフの友達とか 全然いいなくて結構珍し私も見たことないって感じだったので本当にそのお兄さんお姉さんハーフのお兄さんお姉さんとシミラボ全体が本当かっこよくて初めてそれでんかあ本当実家の2階の自分の部屋をスタジオみたいな風にやってたんですもう歩いて50歩くらいのところにジュマってやつがいてジュマもタンザニアのハーフだったんですけどでもんか今はもうあの。 30超えてたけど、まあ、その時すげえ、まあ、イケメンで、うん、TI みたいな感じで <laughs> 言われてて <laughs> まあうそういう,なんかもう徒,歩徒歩もう本当五5分圏内ぐらいに住んでる人。 なんか音楽やりたいみたいな集まっててうちに、その時になんかアリエルも全然地元ではなかったけど、なんかもうなんていうの、放浪娘みたいなあの家出少女みたいな、そんな感じなんじゃないのみえ全然普通に学校行ってた、ちゃんとちゃんとした、そういうイメージだった、あなんか家出少女なのかなみたいな、あの遊び誘われたらあのすぐ行く、子ではフットワークは軽かったので、放浪 ではないんですけも渋谷生まれなのになぜか相模原の超ベッドタウンに来ててみたいなだってみんなそこにいるからああそっかそっかそっか友達がそんなに寂しい子みたいになっちゃうでも来ててでもその時からんかオーラを感じててんかやっぱちょっとコーラスとかそういう歌とかいけるみたいな感じでほんとにそれが10年前ぐらいでへえ とかだからその10年前シミラボができて、うん、わちゃわちゃやってる時っていうのを二十、うん、歳とかの時に仕事もなんとなくやりながらこう毎日音楽作ってるっていう、うん、まさに今の二人の状態を僕らも10年前ぐらいにやってたみたいな。 えどうすかね今やっぱそのシミ、はい、やっぱちょっとやっぱもう10年ぐらいはあるからちょっと今のシーンと昔のシーンはちょっと違うのかなと思ってて、うん、そうですねそうだ俺もそのあんまりそのシーンをすごい知ってるわけじゃなくてなんかその目線というか聞きたいなとどうすかね今の移り変わりとか今の時代とか,んとなんか昔のこと比べてあすごいあり,あ,りありきたりなことを言うとやっぱ YouTube とかが僕らの時は出始めの時っていうかまだその。 英語版 YouTube しかなくて日本番 YouTube もない状態だったしあううまあツイッターがちょっと盛んになったかなぐらいの感じでまあそれこそ Facebook とかも、まあ、なかったしまあとにかくそういうインターネットに自分たちの音源を発表するそれで夢になるかどうかっていうルートがなくてどっちかっていうとあのレーベルとかレコード会社に売り出してそこから CD を出してもらったりとかプロモーションしてもらうっていう。 のかからなんかこうすぐになんか一発当たる当たんないみたいなところにはなんかあんまりいなかったっていうかむしろそこの一番最初の世代なのかなみたいな感じなんですけどんかその時はだからなんていうのかな人口とか発表してる数が圧倒的に少なかったんですよだからシミラポはある意味あのまあ本当にいいタイミングでこう行ったから YouTube に 動画アップするようなことを始めた、うん、もうほんと第一世代っていうかはいはいなるほどね今はその圧倒的な量の差が違うのかなっていう,うところかなってへえーはい、なるほどですね、うん、えどうすか今のこの業界を見てみてなんか昔の比べてみて昔の方が良かったところ昔の方が悪かったところすですか全然多分なんですけど、うん、今の方がほんとに そそれこそ俺たち世代とか上の世代がもっとじゃあ音楽やりやすい環境を作ろうねとか発表しやすい環境を作ろうって言って今があるから多分昔より絶対今の方が音楽とかもやりやすいし価値観的にもなんかあの10年前戦う10年前でも音楽やってるとか言ったら。 いいから前そんなのやってないで手らけよみたいなのが結構当たり前だったから <laughs> そっかそ確かに、ね、なんかもうちょっと寛容にもなってるはいはいそうですよね確かに確かに、うん、なるほどね、うん、やっぱ楽しいですかこの今ですか、うん、いやこんな楽しいことないかない <laughs> やっぱ30にもなってんか、まあ、シミラボで一躍、まあ、当時はなんか出てたみたいな誓いを受けてるかもしれない、うん、シーンでどういうふうになってるか分からないけどでもやっぱり 今新しい世代と、一緒にこうやってコミュニケーションして、なんかいいもの作ろうって、まだやれてること自体は最高ですね。ええ、いやすごいよね、この若い、この二人がさ、このレジェンドっていうか。いや、そう、うん、めっちゃありがたい。ありがとうございます。聞いてましたし、シミラボのアルバムも。う,うん。ね。 うわ、Q.N. さんラップやっばーみたいな二人で、もう武蔵の中ではもう Q.N. さんのラップはもうアンセムっていう、<laughs> アンセムやばいね。チャアルールズボムだね。忖 <laughs> 度抜きで本当にラップがかっこいい,はい,はいもうそれに本当に尽きるって言いうさあれですけどうんうんもう本当に人間性とか本当に自分からしたら尊敬をしている。うんうん のでもうとりあえずラップもやばいし、はい、どことしてもかっこいいしみたいなので <laughs> でもホントこうですね一緒にやれてるのはめちゃくちゃ楽しいですしうんうん、うん、なるほどやっぱその4人でいったらグロックミュージックビデオグロック俺グロックのバーバーともケイ君って 試合で仲良くてそうやばーみたいなめっちゃおしゃれだったですよねあのミュージックビデオありがとうございますあれはそうですねいつもお世話になってるディレクターのメッサンとカメラマンの D 君とでその時初めて会った Koki 君というアシスタントが入ってく北海道のはい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 でその3でグロックヘアサービスはもともとそのオーナーの栗原さんと僕がその 僕がその音楽ソロでやってた時にうん、うん、バーバーのイベントでライブ呼ばれてそういういことか、はい、でその時高校卒業したてぐらいで,うん、うん、でこの中で「アフロパーマできる人いますか?」みたいなんで <laughs> 話しかけって唯一できたのがそのグロックの栗原さんで「<laughs> そうだったんだでそっアフロお願いします」って言ってはい、はい、その時からずっと今までお世話になっててそのグロックヘアの栗原さんが電話来て。うんうん でなんかうちおしゃれにさ使って PV とか撮ってうちで店で流したいからなんか作ってほしいなみたいな言ってくれてそれだったらもうむさびれ4人でやったら大人な感じもあってお店の雰囲気もあって超いいんじゃないですかねみたいな。 話をそのままメスさんに投げて、もう全部お任せであの PV、メスさんに全部投げていただいて、全部 PV 投げてやったね。メスさんたちずっとそうですよね。PV 二人の PV もそうだし、ずっとメスさんに撮ってもらってるイメージだったり、から全部メスさんと D 君に撮っていただいています。すげえな。いろいろ困らせたりしてる部分もあると思いますけど、めちゃくちゃお世話になってます。めちゃくちゃおしゃだす。めっちゃお世話だったななんかそのパーティーというかさ。 なんかこうしかもなんかワンテイクじゃないけどさみたいな感じの2テイクぐらいのかな、はい,らいさ雰囲気ですげえよかったんですよねあれバトンタッチみたいなさワンカットブック。うんはい ちょっと大人のパーティーみたいなパーもそんなやったことはないですけどやってみたいなという願望もありつつ <laughs> まずあの店内がすごいかっこいいですよねあのバーバー。ーんあんまり見たことないですけどバーバーだしでも初めて見ましたねあのチェックタイルのちゃんとねうん <laughs> ちゃんとなかなかねテーマが決まっているあんまり バーバー行くことがないしうんま、う、あ、ん、そうですよね面倒するはい、ね、ね、確かに曲とも待ってたし、うん、すごいよかったし、ね、あ,っありがたいですもう皆さんの力で <laughs> できたみたいななるほどねねいねいでもいいっすよねなんかその若いことをやっぱちょっと大人な雰囲気があるお二人とのこのいい感じもマッチやっぱ二人のそのなんていうんですかねいや今のなんかヒップホップにはちょっとあんまりないようなグルーヴがこうめっちゃいいミクシャーになってて四人のなんか なんていうんですかね、ちょっとなジャズィーなソウルなこういうなんかクラシックなうこういうバイオスが超シャレだなと思いながらちょっと聞いてたんですけど。これからはあの皆さんこういう活動していきたいなとかなんかプランとかってあるんですか。そうですね。基本的にはやっぱ自分らが楽しみたいようなものも作りながらうんうんでまあ最初はこの4人で始まったきっかけの、うん、なんかコレクティブじゃないですけど、うん、レーベルアイコンというか、うん、俺らのアイコンがメサシブレッジっていう名前になってるんですけどまあ今後いろんな そそれこそ今うちで一緒にやってるラッパーだしとか同じムサビれないのメンバーでそのサイファーの動画とかこれから PV で上がるんですけどなんかそういうふうに、ま、もうほんと変幻自在またこの4人でやるかどうかもなんかど今後どういうメンバーで編成でやるかとかもまだ何も決めてないし今後テイストもまた全然変わるかもしれないしっていうもう何が来るか分かんないっていう意味では。 結構楽しませれるかなっていうんん本当に自分たちが楽しいこととかやりたいことを一番に考えてやっていければなっていうそうですねそれが聞,く手に聞き手に楽しさが伝わるような感じで進出起没にどう出るかみたいなのが伝えられるんじゃないかなって感じですね,ですねなるほどですねいやーちょっとなんかこのスタジオもいい感じにあの。 皆さんの雰囲気と合ってんのかなって勝手に、ね、<laughs> 撮りながら思ってたんですけどだかちょっとすごいいい時間だったっすねちょっとあっという間にもう1時間ちょっと時間半近く経っちゃったと思ったんですけど、まあ、いろんなお話を聞けて本当によかったですはいということで、まあ、これからのねあのいろんな活動もぜひぜひチェックしてもらって、まあ、YouTube、ミュージックビデオあとはね MV レあのアルバム出てると思いますしねあの他に何かチェックしてもほしいチャンネルとかあったりしますかそうですね基本僕ら 田ジェフウイクで個人もみんなでやる時も武蔵ビレッジのアカウントからいろんな PV とか上げてくと思うんで。 そこだけ見てあとはもちろんそれぞれみんなのアカウントありますのでぜひチェックしていただいて僕もいいですかあの菊池成吉っていうアーティストの人と今コラボで QNK っていうユニットをやってて今年のフジロックの深夜ステージにも出させてもらうんですけどそっちも本当にビングファンビートメーカーたちのすごいビートと。 あの生バンドのセッションの音源でそれをななんてうのかこまとめてちょっとアルバムになっているので QNK21 世紀の星っていうアルバムタイトルなんですけどそれもなかなか面白い作品になったのでいそれはぜひチェックしていただけたらぜひぜひチェックお願いしますよろしくお願いしますまた次回のエピソードでお会いしましょうピース